どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。レイです。今回は5月に、埼玉県の慶市で、行われた縁結び婚活みたいな形で、とある縁結びのパワースポットがあるところで、自治体主催の35対5だったかな、かなりねちょっと大人数でやったパーティーがありまして、そこでカップリングになった時の話をですねしようと思いました。まだね全然過去動画にもこれ話してないので、まあ一回ね軽く年収がちょっとね自分の方がその女性の希望する年収に満たなくて、それが理由だけじゃないと思うんですけども、断られたということがあって、その時の話をしたいなと思ってます。で、パーティーは男が確か5000円だったか、で、女の人が、3000円ぐらいだったかな。そこそこね、ちゃんとお金を取ってるんで、自治体主催だし安心だろうということで行ったわけなんですけども、で、最終的にカップルの発表とかはないんですけど、普通に35対35で、回転寿司スタイルのまたトークがありまして、その後に2回だったかな、休憩1回挟んで2回フリータイムっていうのがあって、自由にこの立食っていう形で軽食をつまみながら飲み物飲んだりして、行う婚活パーティーでした。やはり自治体主催っていうことで信頼度も高いので、参加者はすごかったですね。男が確か200人ぐらい応募があって、女性もそのぐらい応募あったのかな。で、結果的には35対35っていう形で収まったようです。じゃあどんなね、パーティー内容かと言いますと、このような配置で、神社があって恋愛 の縁結び祈願してくれて、その祈願が終わったらみんなざっと会場に戻らされて、向かい合わせでね、35人がね、対面して、いつものね回転寿司級回転寿司お見合いスタイルで、トークが始まりまして、一周するのにね、これすげえ人数いるんで、もうめちゃめちゃ大変でした。もうね、2時半ぐらいやったのかな、かなり体力使ってね、腹も減るんで、で、次はね、休憩挟んで会場セッティングされて、立食のね、軽食ね、フリータイムで、で、トークをするという形になりまして、じゃん。で、次がね、こういった形で、テーブルがあって、下にこのフードのね、コーナーとドリンクのコーナーがあって、みんな思い思い通りながら、気になった人のところへ歩いていくという形になりますが、自分もね、気になった人がいて、目で追ってたんですけども、したらもうね、この方お腹減っちゃったんだからね、ダーッつってね、もうダッシュでね、取り行って、一番最初にもう、食べ物と、飲み物持って、もう、奥のね、テーブルとか行っちゃったんですよ。あららと思って、で、自分も並んではいたんですけども、半分よりちょっと後ろの方で、他の男性の参加者と喋りながら並んでまして、で、目で持ってて、あそこにいるなと思って、じゃあ話しに行こうかなと思ったけど、これ順番がね、結構時間かかるんで、その間にやっぱ他の男性が話してるわけですよ。やべえな、話されちゃったなと思って、じゃあどこ行こうかなと思って、食べ物とドリンクを持って歩いてた時に、他の、女性ですよね、女性の方から歩いてきて、確か45ぐらいの人だったかな。でも爽やかで、結構若く見える方で、いいなとは思ってはいたんですけども、その方が、ちょっといいですかと、気になったのでお話しさせてくださいということで、お、すごいな、この人と思って、こんな話しかけていただけるなんてありがたいことなんで、話しに行って、結構何だ話してて、でも限られてる時間なので、一人に時間をかけるわけにはいかないんで、でもね、本当はこの女性中心に行きゃよかったのかもしれないですけども、で、ちょっと、
まだなかなか話が終わらなかったので、まあ、他のね、男性の方とも話された方がよろしいんじゃないですかみたいなことをちょっと柔らかくね、言ったんですけども、そしたらそれが、まあ、多分ちょっと突き放した感じに聞こえられたのかもしれないですけど、名刺渡してそれでも返事は来なかったですね、その日ね、うん、でその名刺っていうのはフリータイムでその自由に名刺とか連絡先は交換できますんで、最後のカップリング発表はない、これはパーティーですんで、だから他 の, 参加してる男性の方は30枚ぐらい名刺作ってきてる方もいて、もうすげえな、そんなで、デザインもかっこよくで綺麗にね、まあ、カラーもつけて、裏にプロフィールガーって書いて、もうピチッと出来上がってるんですよ。で自分なんかは会社の名刺とか持ってるわけいかないんで、やっぱ自分パソコンでねある程度ね色つけて、で簡単に LINE ID メールアドレス、まあ、ぐらい載せて、渡したんですね、まあ、結果的に1人かしか来なかったんですけども、うん、でその方もじゃあね、そんな30枚作って何枚渡したんですかってね、帰りに聞いたら1枚でしたみたいなこと言ってましたんで、これ何のため作ってきたんだよと、みんな周りのね男性の方も突っ込んでましたね、うん、結構ねワイワイと最後ね同性同士でも話すこともできる、パーティーでしたね、うん、非常にまあ面白いパーティーでしたね、うん、でそのね最初に話したいなと思った女性が食べ物また取りに来たんですよ。でそこでね自分が捕まえたわけですよ。もうちょっといいですかとね、家もなんかねこう近所なんで、近所っていうかね、まあ隣の市みたいな、うん、どうですかみたいな、うん、話をして、でまあいろいろ話をして、まあ、ちょっとね人見知りの人なので、うん、なんとなくこうちょっとリードしながら、でもあんまり行くとまずいので、じゃあこの辺でっていうことでまたねその方を、まあ、解き放してあげて、うん、で他の女性のところにまた行ったわけですね。名刺もちろん渡しまして、うん、それでまたね3人目はちょっとあんまり反応良くなかったんで、4人目行って、まあ、また名刺渡して、結局自分も10枚名刺作ってきて、でそんなに渡してもしょうがないんで、うん、もうね若い頃と違いますから、うん、だから、まあ、4枚経由渡したわけなんですけどね、最後に話した女性とそのもう一人友達が自分とちょっと仲良く話してた参加者の男性が、あの人になんかね名刺渡したんだみたいなこと言ってたん でこれ帰りも解散自由なん でもう思い思いに解散して一緒に帰ってもいいし、で祈願して帰ってる人もいるしね、一緒に神社でね、で送迎バスがあってバス一緒に乗って帰ってる人もいるんですよ。でこの人がちょっと話した男性が あの人に送ったけど何も今ちょっと一緒に帰ろうと思うんだみたいなこと言ったけど勇気が出ませんと、でそのもう一人の4人目の話してた人と友達で一緒に歩いてたんで、じゃあこれあれだよチャンスだよっつって、俺力になるから一緒に行こうっつって、もうこれで返しちゃったら多分連絡来ねえよっつって、うん、話しかけて行って、一旦まあ彼女たちは用事があるってんで近所なんで家一旦帰って駅でまた待ち合わせをしたわけなんですけども、うん、それでまあ 4人で2対2で、お茶をして、ただね、自分が行った方もその方、その友達の女性は年がね30後半だったんですけども、自分が渡した人は35ぐらいだったので、まあ、10歳ぐらいは違うんで、もうねこれダメだなと思って、目線もちょっとねいまいち反応が悪い目線だったので、うん、もういいやと、でこの人たちがうまくいくようにこうちょっとね盛り上げて、まあ、学生みたいなノリだよね、うん、まあそれでね別れて、結局その後連絡は取ってないんでうまくいったかどうかわかんないですけど、スキューバーが好きだって言ってたんで同じね趣味同士で多分うまくいったんじゃねえかなと思うんですけれども、うん、こっちはねうまくいかなくて、まあ、帰りね車を運転して、あんだよ今日もあれ収穫ねえよとか思いながら帰ってったら、その話したかった女性がいたね、食べ物取り来てた、うん、あの人とからメールがあったんですよ。で LINE の方になんかしたらしいんですけども、自分が友達許可みたいになってなかったみたい でメールの方で来て、あメール来てんなと思ってで返したんですけど、ちょっと返事がなくて、なんだこれと思って、またいつも の既読スルーかみたいな話になって、うん、で寝たんですね。それで朝なんか返事があって、でまた自分も起きた時にまた返事して、じゃあちょっともうランチは過ぎてたのでお茶でも行きませんかみたいな、ただねちょっと乗ってきたんですよ。だからね普通だったらなんかいいですとかね用事があるんでとか言われるんですけど、即反応があって、会ってくれるということだったんで、まあ会ってきて、お茶をしたわけなんですけども、
それでそのお茶をしに行って、でまあある駅まで迎えに行って、車で、そのねちょっとこじゃれた、喫茶店っていうかね、そのレストラン、カフェレストランみたいなとこ行って、まあ、ケーキセットとかね食べて、食べながら、お話をして、で意外とねこのはっきり聞いてくる人だったので、うん、話は楽でしたね。私はこうなんですけどあなたはどうですかみたいなね、結構ね質問をね人見知りながら一生懸命振り絞ってしてくれたというところで、うん、かなりね濃い内容まで言ってましたね。最初からもう同居は私しませんと、嫌なんでっていう、自分の親とも住みませんと、そういうの大丈夫ですかとか、まあだから自分なんかはね大丈夫ですよなんとかしますよみたいな話してて、あとは私はパートで、年収180万円しかないんですけれども、私の給料とかを当てにされる男性はダメなんですって言うから、いや、そんなの大丈夫です。当てにしませんと。私は働いてようが働いてなかろうが、女性に別にそんな条件は求めてませんという話をしまして、うん。で、あとはその、今の職場がいい職場らしくて、一緒にね、結婚するときに、結婚したら、どっかね、引っ越すことになっても、会社の通える範囲、に引っ越したい人、そういうのは大丈夫かって、大丈夫ですよって、問題ないですよって話をしたんですけども、その方は36歳で、学年では37歳だったんで、まあまあね、また10個離れてはいるんで、うん、まあ大丈夫なのかなとか思ったんですけども、一応自分の年齢も言って大丈夫なのかっていうことは確認はしたんですけども、ちょっと歯切れは悪かったんですけども、うん、あ、そんな言ってたんですかみたいな話で、うん、よくちょっと見た目は若く見られるので、うん、みたいな顔で、目を見開いてましたんで、うん、まあちょっとそこも引っかかってるのかなというところと、で、まあまあ、それでは、それで、まあ楽しくね、談笑は済んで、じゃあ今度はね、夕飯でも行きませんかと、もうちょっとお話ししましょうよって言って、あ、いいですよって話になって、その日に一回 LINE が、帰ってね、送ってから LINE があって、まだね、明るいうちだったんで、近くの駅でまた別れて、で、次 LINE があって、で、返したら、ないんですよ、また返事が。で、既読スルーかよと思って、ああ、なんだかよくわかんねえなと思って、まあいいやと思ってたんですけど、2日ぐらいしてから、また長文でね、ちょっとね、結構長文が多い方なんで、バッと来て、質問も多いんですよ。うん。今後の条件みたいなね、こういうのは大丈夫ですか、これは大丈夫ですかね、ここは気になるんですかね、でも聞いてくるんで、その、会って喋ると不器用なんですけど、まあ、LINE とかメール系だと、そういったはっきりと言えるというね、まあ、今時世代なのかなというところで、うん。で、まあ、全部 OK ですよと、相手の条件全部自分は OK なんしたんですよ。うん。それで、まあ、また夕飯に行くことになって、翌週ですね、で行って、話して、多分そこでもうあまり自分と何かシンクロするものがなかったのか、うん。で、また、俺のメールがあって、そこから次の日になって、ずっと今度またね、既読スルーが始まるわけですよ。で、何なんだろうなと思って、うん。で、多分、まあ、他で断る理由を探したのかもしれないですけれども、うん。で、まあ、1週間過ぎて何もなく、自分もね、しつこくするのは嫌なタイプなので、でもそろそろでも1週間半経って、一回ちょっとこれはくさびを打っとこうということで、まあ、お台場でもどっか行きませんかみたいな。で、もし嫌だったらそのままでいいですよ、みたいな、もう、ことで言ったら、まあ一応また反応があって、で長文でまた LINE が来たんですよね。ただ、ズバリ、まあ聞きますけど、みたいなね。うん。で、あなたの年収はいくらぐらいなんですかと。で、まあ、こうですって答えたら、二人足して600万ないと、厳しいと思うんで、お断りしますとね、ズバッと言ってくれたんで、まあありがたいっちゃありがたいんですけども、うん。で、その方はね、年収で180万なんですよ。うん。で、自分も残業入れれば400は行くんですけども、入れないといかないので、だからちょっと足んなかったわけですね。何十万か。うん。だからその何十万も超えられないぐらい NG っていうことね。まあ、多分彼女はそういった自分の信念があって、こういう条件の人じゃないとしたくないっていうのははっきりしてる方なので、まあ、NG と。いうことでぶっ飛ばされてしまったという話なんです。うん。でもね、よく考えると、そういう、ね、連絡取り合って、急に既読スルーでフェードアウトしていく女性よりも礼儀正しいと思いますよね、自分は。うん。婚活だけではなく、普通に知り合って仲良くなりたいなと思って既読スルーでフェードアウトっていう話、よくありますので、
だそういう失礼な方よりも全然ね潔いというかちゃんと礼儀正しいというね、もう嫌なものは嫌だって言ってくれるというね、これ一番ね男性にとってありがたいんですよ。よく皆さんね相手が傷つく嫌な思いするから答えの予想とかって思ってますけど、それ勘違いです、ね、女性の皆さん、まあ男もいるのかな分かんないけど、女性の皆さん、皆さんあの気をつけてください、ちゃんとお断りはお断りの言葉なり文章で相手に伝えましょうということですね、で今回別にあのその女性を、ね、吊るし上げたり俺批判してるわけじゃないので、あのこういうことがありましたというですね、事実リアルをね、皆さんに配信していますので、自分のあの動画はちょっと誤解されやすいんですけれども、あの実際に婚活している男が、こういうことがありましたという本当のね今起こっていることを、リアルに、皆さんに伝えていくこれね動画なので、まあいろいろとね思考でこう違ったりね捉え方で違ったりするんで、まあ自分もねあの配信のこの動画内容の仕方がよくねあのまとめきれてないところもあるんでうまく伝わらないこともあるんですけれども、まあ現状はあくまで伝えてますんで、批判のネタとしてやってるわけじゃないので、そこだけはあの勘違いしないでいただきたいと思っております。まあねこれからね、もう婚活パーティー何件か予約は入れてますんで、一つね変わり種で面白い、ね、婚活パーティー予約しておりますんで、これはちょっとねぜひね皆さんに伝えていきたいなと思っております。あそのねパーティーはじゃあどういうものなのって言ったら、まあ、あるねお店がやっていて飲食店じゃないよ、でやっぱりそこのね埼玉県慶市でやった、ところを借りてパワースポットなんでそこはね、で男性が8,900円で女性が4,000円だったかな、で結構割と高めなん でこれ本気度は高いんですよ、で本気度が高いパーティーなら自分だったらあの1万でも2万でも払いますよ、あんなねあの普通のクソパーティーであの、ね、男女のこの値段の設定が気違いみたいなね、設定のところなんて本当は行きたくないんですけども、そういうところしかないので行ってるだけなので、あとはね自治体もねもちろん行きますけれども、自治体は結構年齢制限があったり開催している数が少ないので、あとはその地域に住んでいる方優先とかってありますんで、なかなか参加できないんですよ。だからあの普通の一般の業者の、パーティーに参加してしまっているっていうことなんですよね。まあまあどうなるかね分かんないですけど、これがね8900円がドブに捨てたことになるのか、まあそれともねこのまあ自分はねそのリアルをね、伝えていきたいので、それが伝われば面白いかなっていうところですね。これからね20代30代の方がね婚活するにあたってね40代になってきた時に、あいつが言ってたことって本当だったんだなみたいなね、人間の色恋沙汰なんていうのは時代が変わっても内容は変わりませんので、ね、いつの時代だろうが、人のね、そういうことは変わりませんので、ぜひねこの反面教師にしていただいて結構ですんで、こんな風にならないように早めに、結婚していくといいんじゃねえかなと思ってます。あの格好とかそういうね美人とかねイケメンとかそういうのこだわんないで、金とかねこだわんないで、本当にねもう心を許せる、優しい人、本当の意味で優しい人ね、好きな人には誰だって優しいので、本当に優しい人、思いやりのある人、そういう人と、結婚した方がいいと思います。まあ、言ってない俺が、してない俺が何人言ってんだってことになるんだけど、いろいろ裏切られたり、ね、失敗したり傷ついてきて、まあ、今の俺があるので、総合すると、まあ、自分もね、女性を見る目がなかったんで、結構その美形で巨乳でド M とかね、そういうのばっかりと付き合ってましたんで、だから人生おかしいんですよ、なんかその、今までね、だからよく
ね、付き合ってる女性紹介すると、お前身分不相応だなって言われるんですよ。どこで捕まえたのとかね、なんか弱み握ってんのとか、もう失礼だなっていうね、俺だってちゃんとまともに生きてる男じゃいっていうね、わけで、ね、そういうこともあるんですけども、まあまあ、だからそういうね、変な高い望みとかこだわりっていうのは持たないで、自分が素直に自分でいられる相手、もう難しいですけどね、他人同士なので、こう着飾らないで済む、相手、気が楽な相手と、まあ、恋愛して結婚を、していった方がいいと思います。本当にこれね、反面教師にしていただいて、あいつやべえなみたいなね、苦労してんなみたいなね、ことで俺もそうならないようにしようっていうふうに思ってもらえれば、いいなと思ってます。まあ、もともと俺婚活 YouTuber じゃないんで、他の YouTuber の方よりも後にやってますんで、もうスノーボードとか釣りとかね、ドライブとかやってるわけで、本当はそっちなんですよ、メインはね。まあ、なんかいつの間にかこんな風になっちゃいましたけども、あとは仕事のね、ことは、まあ、やっぱりね、余計なお世話かもしれないですけど、若い世代の人たちに、まあね、警鐘を鳴らすというわけではないですけども、なんか頑張ってほしいなと、苦労してる人がいたらね、もう成功してる人はいいですよ、そんなの見なくて。ね、共にね、こう苦労してる人がいたら、多少誰かのね、力になれたらいいなと思って、こういう動画を流しております。まあ、長くなりましたけども、まだ皆さん、これからもちょっとね、いろいろとやっていきますので、見捨てないで、応援してください。よろしくお願いします。